はい、どうも、ジムラです。今回も色よく夢見てる、夢見てる第3話、シザーガール通り、通り魔事件、続きやっていきましょう。チンを着る人がね、出てきたんよ。その夜。なんかどんどん、なんていうんやろね、キラ先輩の過去とか、何か、なんか霊が取り付いてるとか、そういう話を聞いたので、それについて深く掘り下げていくのかなっていう気はします。ルナのやつ、うちにいなかったな。またキラ先輩と遊んでるのか。どうしましょう。ただいま。あ、お前かい。あ、テール。ユリさん、ルナ来ていませんか？それならさっき、キラ君と一緒に出て行ったよ。え、キラ先輩と？一体どこへ？どこやろ？チェリーのとこかな？なんか嫌な予感がする。今朝のキラ先輩のあの言葉、何か引っかかるな。なんか怒っとったけんね。お兄ちゃん。はい。あ、電話。どうした、ルナ？お兄ちゃん、助けて。ルナ。先輩が、夢の中に走っていっちゃった。え、なんだって？あいつ、いらんことし。お前、ボア、お前。始まっていきなりやらかしてくれたな、あいつ。クソ、キラ先輩。まさかルナを利用するなんて。なんでそこまでして自分で解決したがるんだ。お兄ちゃん、待ってろ、ルナ。お前ら何してんの？てる？ゆりさん、ごめん、ちょっと行ってきます。お店のこと、あとはよろしく。ええ、ごめんなさい。おいおいおい、かわいいな、龍が。はい、戻ってきました。事件現場へ急ごう。クライムスクセスイン、何これ。事件現場、何それ。セスインって何やろ。あ、これ朝の事件現場ですか。ルナ、何してんの？どこ行った、あの子。大丈夫か？騙された先輩に。ルナ、なんでキラ先輩夢に入れたんだ？だって夢の世界見てみたいって言うから。この場所から入れそうな夢があったから、ちょっとだけ入れてあげたの。でも走ってどっか行っちゃったの。まずいぞ。俺にはまだシザーガールの居場所が分かっていない。だけどキラ先輩はあてもなく夢に入ったのか。いくらキラ先輩でもそこまで命知らずなはずはない。まさかキラ先輩はシザーガールの居場所を知っていたのか。とにかく夢に入ってキラ先輩を探さないと。そやね、とりあえず行くしかない。もう無茶やな、あいつ。だがこの広い新宿のどこを探したらいいんだ。待ちな。え、めっちゃかっこええ。誰だ、誰だ。っていうかチェリーやろ、どう考えても。めっちゃ声かっこよかったですね。私も行くわよ。チェリーさん。悲鳴はやめて。悲鳴はやめてあげて。なぜここに？キラちゃんの行き先なら私が知ってるわよ。案内するわ。え？なぜ知ってるんですか？昨日、あんたがキャッチのふりして、聞き込みをしていた時にキラちゃんも調べていたのよ。シザーガールの情報をね。なんだっていい？なんだっていい？この通り魔事件。あんたの夢に入る能力がなければ、私にはたどり着けなかったわ。キラちゃんはあんたたちの能力を知っていたから、初めから例の仕業だと睨んでいたのね。だから、シザーガールが生きていた頃の情報を調べていたのよ。そう。シザーガールを成仏させるためにね。なんか、あんまついていかれへんねんけど、なんでそんなかっこいいことになってんの、君。僕よりかっこいいやんか。シザーガールの居場所って、なぜあなたが知ってるんですか？それより、キラちゃんが危ないんでしょ？早く行くわよ。オッケー！行くで。お兄ちゃん、ルナが怯えてる。本当は連れて行きたくないけど、キラ先輩の行き先を知っているなら、連れて行くしかないのか。もう連れて行こうや。頼もしい。主人公より頼もしいおかま。行きましょう。何だっけ。それじゃ、本当にいいんですね。ええ、キラちゃんを助けに行くわよ。お兄ちゃん、ドリームリンクで夢の入り口を開いて。あったー。けやけー。え、なんかおるぞ。あれ、シザーガール？いつも女やな。なにこれ。ドリームリンクの能力。夢見の家系が使用する霊の見る夢に入る能力。テルとルナはこの能力で人々を助けるが、ルナはキラ先輩の口車に乗って夢へ入れてしまったようだ。バカチンが。こういうあれやね。追加したんやね。よし、行こう。
何これ。それでチェリーさん、シザーガールの居場所はどこですか。ここから西に向かった場所よ。シザーガールが生前住んでいた団地があるわ。キラちゃんもそこに向かったはずよ。さあ行きましょう。何これ、え、何これ、こんなん初めて。なんか第3話いろいろ追加されてますね。道って、おっと、濃いなあこのメンバー。いや、これでじゃあ進んでいけばいいんかな。この辺がね、粒の日っぽいよね。どんどん左に進んでいく感じ。周りの風景が赤いわね。そうなんですよね。この赤い目はシザーガールの記憶なんです。確かこの赤になってたら悪い霊って言ってなかったかな。どこから襲ってくるかわからない。気をつけていきましょう。行くで。みんな手つなぐんやで。わかったー。で、特に何もないな。まあ、最初やけんかな。あそこ誰かいるよ。誰？お前や。あれ？あ、やられとるやんか、自分。ボロボロやん、キラ先輩。君。キラちゃん？先輩。君さ、なんで一人でバー出してっていきなりバーンやられてんの？キラ先輩。まさか死んだのか？何してんの？生きてるよ。うん。じゃないと困る。キラ先輩。もう、大ごと。先輩、もう先輩、お願い、目を覚まして。先輩、え、何してんの？おいおい、何やってんの？やめてあげて、生きてるっつうの。てる、こいつらどうにかしてくれ。キラ先輩、肩貸しますよ。そうやって一人で走っていくけんやで。こういうの自業自得っていう目で知ってる？キラ先輩、生きててよかった。母、あの女、俺にはなびかないんだとよ。獲物がついてないと、やっぱり興味ないらしいな。あ、チンの話？獲物って、バカなこと言わないでください。キラ先輩、どうしてこんな無茶をしたんです？キラちゃん、私が話すわよ。ゲイ。ヘリーちゃん、こいつらには黙っててくれ。うるさい。し。キラ一回し。キラちゃん。これだけ迷惑をかけておいて、理由は話してくれないんですね。ああ、迷惑かけたんやで。わかってる？やけん教えて。ですが、キラ先輩、ルナには謝ってください。ルナを騙して、勝手に夢の中に入って、心配させたんですから。せやで。ちゃんとごめんなさいして。手握って。一緒にごめんなさいって言うな。ルナ。悪い。違う。悪いはいかん。ごめんなさいっていうの。先輩生きててよかった。君はエコ。ちゃんとごめんって言いなさい。君も悪いとかじゃない。バカ。ルナ、事件現場から夢の外に出られるから、キラ先輩を連れて行ってくれ。そして病院に連れて行ってくれ。分かった、お兄ちゃん。気つけるんやで。てる、こいつを持っていけ。え、何これ、物騒。でかいハンマーですね。何これ、ハサミを壊すにはこいつが必要だろ。こいつでやつを成仏してやってくれ。キラ先輩、わかりました。オッケー。何これ、もう何そのアクション。スレッジハンマーをキラ先輩から受け継ぎました。スレッジハンマー、スレッジって何。チェリーちゃん、悪い、結局頼っちまって。テルのことよろしく頼む。わかったわん。オッケー。気をつけてな。頑張ってお兄ちゃん。うん。その子気つけるんやで。またいらんことするけん。それじゃあチェリーさん、シザーガールのいる団地まで連れて行ってもらえますか。わかったわん。団地？あ、向こう戻ってんな。僕とチェリーちゃんがアパートメント、団地行きましょう。団地に住んで、あそこやな。どう考えてもあそこに住んでるわ。ここよ。すいません、こんなことに巻き込んでしまって。水くっさいこと言うんじゃないわよ。オッケー。それより気を引き締めて。いるんでしょ、あの子が。うん、どう考えてもあそこ、上から2番目、左から2番目、あそこにおる。あの子って、あなたはシザーガールを知ってるんですか。知ってる？ええ。シザーガール通り魔事件は今からずっと前、彼女が生きていた頃に起こしたものよ。うん。彼女は頭の狂った女の子だった。まあ比較的僕の周りも今頭の狂った女の子しかいないんですけどね。彼女が起こした初めの事件は、自分好みの男を襲い頭を持ち去ったことだった。頭、あ、ブレイン、あ、あったな、なんか冷蔵庫にも置いとる。これな、
そして次第に腕を、足を、体のパーツを集めていった。どうしてそんなことを？彼女の考えていたことなんて本当はわからないけど、これだけは言えるわ。彼女は人間を作ろうとしていたのよ。え？あれか、なんか全部を集めてくっつけるってこと？そんなゴレンジャーみたいなことある？彼女もまた孤独な女の子だった。だから自分の寂しさを紛らわせるってくれる人間を、人肉立ってる人肉のパーツをつなぎ合わせて作ろうとしたの。そして全てのパーツが集まった時、彼女は自分の心臓を取り出そうとした。心臓って、その時の彼女は心臓を切り取ったら死ぬということが理解できていなかった。いえ、孤独で精神が追い詰められて認識を歪めてしまおうとしたのね。心臓を組み合わせれば動くと思い込んでいたのよ。まあリアル心臓捧げようやな。結局自殺ということになり、それをきっかけに彼女が起こした事件は発覚した。今回なぜ彼女がチンにこだわったのか、それは多分素敵な恋人を作ろうとしていたからに違いないわ。最古な論理だけど、立派なチンをつけて理想の男にしたいと思っているのよ。狂ってる。でも結局自分の心臓を捧げるわけやろ。彼氏にはできんくない？その欲望が霊になっても続いていたということなのか。え、じゃあ今最終的にチンを追い求めて、理想のチンを追い求めて、あの子は霊として活動してるってこと？どういうこと？チェリーさん行きましょう。シザーガールを野放しにしちゃいけない理由がよくわかりました。私たちで彼女を止めるのよ。行きましょう。同行者がいれば可愛い反応が見れます。ちょっと今ちょっとね、携帯でやっとるけんさ、決定機とかはないんやけど、この操作ができるね。でわざわざこっちに切り替えて今やってるんですけど、見にくかったらごめん。あ、めっちゃ怒ってる。行くで、チェリーちゃん。はい。あ、おー、次は？はい。あら。ほんで、もう一回行くで。はい。ちょっと、もう一回。もん。じゃ、行くで、チェリーちゃん。うん、今から何すんやっけ？なんか、頭とち狂った女の部屋に行くんかな。あ、いる。あ、このね、ぷいーんっていう音あるやんか。これが夢に入った音らしいよね。確か。早速いたわよ。どうすんの？あ、持っとる。ハサミ持っとる。あのハサミを壊せば、やつは成仏するはずです。2対1なら、俺たちの方が勝機はあります。一人がおとりになって襲ってきたところを、もう一人がハンマーで壊しましょう。オッケー。どっちがおとりする？ってあら？行っちゃいましたね。この先、彼女の住んでいた部屋があるはずよ。行きましょう。着いた？ここはシザーガールの部屋よ。ほら、あの子が自殺した時のまま立ち入り禁止テープが貼られているわ。ほんまや。チェリーさん、さっきの鳥の話ですが、ん？今回シザーガールは陰部を狙ってきていますよね。え、そうね。ということは当然、俺たちのものも狙ってくると思うんです。そういうことになるわね。うん。ということは、おとりになる方は当然、物がついていた方がいいことになります。あ、なるほど。チェリーさん、ちょっとプライベートな話になってしまうんですけど、チン、お持ちでしょうか？テルちゃん、何が言いたいわけ？チン。チェリーさんはその、何を、チン。テル、その矢印やめ。手術済みなんですか？ついてるんですか？玉取りました？玉取りましたか？あ、テレト！やーね、そういうこと聞く？ごめんな。ジェリーさん、これは大事なことなんです。ちゃんと俺に話してくれませんか？俺たちに失敗は許されない。シザーガールを倒すためなんです。チン！ついてますか？え？
しょうがないわね。ハンマー私が持つわよ。なるほど。それはどっちなんですか？あなたはついているんですか？ついていないですか？チン！もう、押し合うわけないでしょ？まあ、ハンマーを取ったってことは、チンないな。取ったな。さあ、行くわよ。オッケー。もし、チェリーさんにあれがついていなかったら、俺がおとりになるしかないのか。そうですね。今んとこ、チン保持者、テル君しかいないからね。あ、あれ？ないで。ここがシザーガールの部屋か。ここにさ、頭と腕と足あったよね。あれは？冷蔵庫よ。なんで開いてるんだ？開けっぱなしダメ。電気代かかる。あっちの部屋、何かあるわ。え？何？何か床にありますね。床？開けてみる。開けましょう。はい。何今の？これは、ちゃんと揃ってる。頭、胴体、で、腕、肩。これ何？わからん。彼女が集めていた人肉のパーツ。完成までもう一歩手前って感じね。顔見たい。結構イケメン準備したんかな。やっぱりシザーガールは狂っていたんだ。こんな襲った人間を切り分けるなんて、どう考えても普通じゃないぞ。おるよ。後ろ。ダメだ、見てられない。大丈夫って、るちゃん。君たち、後ろ。彼女、どこかしら。後ろ。この部屋は、シザーガールの念が一番強い場所なんです。もうどこから襲ってきてもおかしくない。周囲に気をつけてください。直近直近来たぞ。来るわ。気をつけて、チェリーさん。お。ああ、なるほどね。お互い背中を守り合っている。優秀優秀。それは頭いいわ。でもどっから来るんやろ。でもあの子はチンを狙ってるわけやろ。テル気ぃつけや。下の方気をつけや。来ないわね。油断しないで。上から来た。わお。右か左。はい。わお。で、テル、部屋の外へ出るわよ。オッケー。なんか、チン取ってくるっていうけんさ、下をばっかり見てたから、上から来たな。野郎、上から急に現れたわよ。ね。霊だから壁をすり抜けてくるんです。ここで立ち止まってるとまずい。四方から襲われるぞ。わお。後ろ。来たわよ、テルちゃん。あれ、どうやったらいいんやろう。やっと戻ってこれた。セーブしてなかったけんさ、部屋に入るところからずっとやり直してきました。で、今から逃げるんやね。シーザーがあるから。警笛を連打して走り続けてください。連打回数に応じて敵との距離を引き離すことができます。まあ、返しておけ。行くんや。逃げるで。チェリーちゃんも一緒やで。チェリーちゃんもっと逃げて。チェリーちゃんもっと逃げて。連打。でもこれ連打してる間別に何も起こらんのな。捕まるわけでもないし。結構距離離せるしな。あれ？めっちゃ遅く。ああ、きついわ。チェリーさん、話しておくことがあります。何よ。彼女は2つハサミを持っているんです。だから何よ。ハサミを壊せば彼女は成仏するはずです。でも俺たちは2つのハサミを壊さないといけない。つまり2回隙をついて壊す必要があるんです。1回だけならどうにかなったでしょうけど、2回不意をつくのはリスクが大きいんです。何か策を練らないと。策って。来たぞ。テル来たわよ。やっぱ、イカれとんな、あいつ。やろう。アヘ顔、ダブルペースをして嫌がるわ、って。比較的さ、チェリーさん、まだ余裕あるやろ。ふざけやがって。とにかく策を練らないと。どうする？思いつきました。早っ。何？作戦を説明します。はい。僕とシザーガール。俺がシザーガールを引きつけてダッシュで通路の向こう側まで行きます。向こう側まで走ったら下の階に降ります。はい。チェリーさんは階段の陰に隠れてシザーガールの不意をついてハサミをぶっ壊してください。俺は階段の下まで走っていきますから。待ちなさいよ。この通路の先に階段があるとは限らないでしょう。降りられるの？大丈夫です。それも策があります。マジで？テルやるやんか。ほんまにいける？
クラッシュ、俺が走ってきたらフルスイングでお願いしますよ。こっちだし、だがーる、これ待ちなさい、テル。おい待てよ、こらこら、え、また走るんですか。ええ近い近い近い、あれなんかクラなったやん、今クラなったやんか、やめてよそういうの、ずるない、一回やめようになったやん。ちょっと待って、どこも出したのやろ。階段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 、なんかはしごみたいじゃなかった。行き止まりだー、バカチンガ、ドリームリンク。あ、そういう使い方すんの。夢の中で道を作り、記憶の真相へたどり着く。だが時として霊から逃げるための道を作ることも。早く言うて、そういうこと。おう、これでじゃあ下の階行ったんかな。追ってこい、下がある。はい、や、来たー。で、うわおう、出して戻るぞ。え、じゃあまた走るんですか。次上おるな、あの子。このクラックするのやめて、一瞬バグったんかと思ってまた焦る。ホラーゲームとは別の怖さが来るけん、やめていただきたい。おるんかな、チェリーちゃん。チェリーちゃん、これ二つさ、ぶっ壊すって言ったけど、できるかな、僕に当たらへん。チェリーさーん。はい、結構でかかったね、それ。かがめてる。かがめ、オッケー。ほら。え、例にそんな物理的攻撃通じる？え、今、え、やったぞ。え、チェリーさんさ、あの子殴った？違う、ハサミやで。見てください。左腕がなくなって半分成仏仕掛けていますよ。いや、成仏っていうか、殴ったよね。え、ほんとね。体が崩れかけているわ。苦しそうね。あんたがやったんやで。え、あ、上に逃げるぞ。あ、チェリーさん、早く追いかけましょう。テル、私今のスイングで肩を痛めたわ。バカチンが、お前。え、テル、これはあんたが持ちなさい。え、大丈夫なんですか。別に平気よ。テル、今度は私がおとりになるわ。え、あの子はきっと私に襲いかかってくるわ。ハサミの動きが止まったら、その時がチャンス。絶対に逃がしダメよ。チェリーさん、え、チェリーさん、あの、チェリーさん死なないでね。絶対死ぬとかやめてね。あの子は上に逃げたわね。さあ行きましょう。え、